はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はちょっと実験的なんですけれども、こういう風な音声の形で、Notion についてのチップスを、短い動画の形式で紹介していきたいと思います。今日は、Notion に Google マップを埋め込む方法を紹介したいと思います。Notion というのは何かの予定を立てる時だったりとか、その日の一日の行動だったり、それから旅のしおりだったりを作るのにとても向いているツールです。そんな時に、Google マップをね、そこに埋め込むことができるととても便利だと思いませんか。今日はそんな Google マップの埋め込み方について詳しく紹介したいと思います。Google マップの埋め込み方法は大きく2つあるので、それを1つずつ紹介していきたいと思います。はい、ということで、今日はこんな形で、Notion のページを用意しました。で、まず1つ目の、埋め込み方法なんですけれども、これはとてもシンプルで、まず Google マップを表示します。そして、Google マップで埋め込みたい場所を選択してください。今回はテストで東京駅を選択したいと思います。そして、東京駅を選択したら、ここの共有ボタンから、リンクをコピーしてください。そして Google マップに戻ります。そしたら、このページの中の、右クリックをしてペーストを押します。そうすると、この Dismiss Create Bookmark Create Embed というのが出てくるんですけれども、一番下の Embed を押します。そうすると少し、時間が経った後に、この Notion のページに Google マップがこんな感じで、埋め込まれることになります。この Google マップ自体は、一番左だったり、下だったりをこうカーソルを合わせてもらうと、大きさを自由に変更することが可能になります。はい、これが一番ベーシックな Google マップの埋め込み方法です。それでは、2つ目の、埋め込み方を紹介したいと思います。2つ目は、Google マップの、お店リストみたいなものを、共有するときに便利な方法です。2つ目は、Google マップを開いて左上の詳細のメニューボタンを押します。で、そして、一番下あたりの My Place というページを開きます。そうすると、自分が作った、地図マイマップというのが見れるようになります。今回は、テストで作ったマイマップがあるので、それを、皆さんに、見せながら説明したいと思います。で、もしここにマイマップがない方は、ここの地図を作成というところから、マイマップを作成することができます。で、今回僕が作成したマップは本当にシンプルなものなんですけれども、テストのマップで、東京駅と、有楽町駅が、登録されているマップです。そしたらこれを、埋め込む方法を紹介していきたいと思います。ここでマイマップを開くというのを選択します。そうすると、そのマイマップの編集画面が出るんですけれども、ここの、左上の共有というところを押してください。そうすると、リンクを、共有するかどうかっていうところと、その共有の、リンクをコピーするというページが出るので、ここをコピーをします。はい、そしたらリンクをコピーしましたと出たので、またNotionに戻っていきます。そしたら同じようにここに右クリックしてペーストをします。そうすると、今度はですね、真ん中に Embed Google マップという表示が出るので、これをクリックしていきます。はい、そうするとさっきとは少し違う Google マップが埋め込まれたのがわかると思います。こちらは、左上を押すと、登録した場所がね、表示されるような形になっていて、いくつかの場所を、埋め込むときに有効かなと思います。はい、以上が Notion に Google マップを埋め込む方法2選でございました。左が1つ目に紹介した方法で、特定の場所を埋め込む方法、右が、複数の場所を埋め込むときに使える方法でした。はい、いかがだったでしょうかね。Notion には、いろんなページを埋め込む方法があるので、少し分かりづらいかもしれないんですけれども、今回は Google マップの埋め込み方を紹介してみました。こんな感じでね、短い動画なんですけれども、 Notion の小技っていうのがね、たくさんあるので、これから少しずつね、小さな動画っていうのも作っていこうかなと思っています。
普段はガジェットだったり、ノーションだったり、iPad の動画を作っているので、もしこの動画が参考になったよという方は高評価だったりとか、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。